2022年3月20日のライジン34でライジンに初参戦する前シュート王者福田竜也選手について紹介します。まず福田選手を語るにあたって外せないエピソードがあって、福田選手が中学1年の夏休みにタイに旅行した際に父親に3ヶ月後の帰りの便の航空チケットを渡されて、そのままムエタイジムに置いてけぼりにされて、言葉が通じない上に格闘技歴もなかった中で3ヶ月間住み込みでムエタイの練習を行ったというとんでもないエピソードを持っています。見た目の印象はいかついながらも、現在は人当たりのいい社会人の福田選手の過去は結構やんちゃだったらしく、格闘技経験のあった父親の教育方針として獅子が我が子を先人の谷に突き落とすかのようなエリート待遇を所したのでした。しかし福田選手も福田選手で、そこでふてくされることなくムエタイ修行となれないはずのタイでの日常生活にせっせと勤しんで、無事帰国の日を迎えることができました。しかし帰国後、福田少年が何らかの格闘技を父親から強制されることもなく、学校生活を1ヶ月以上休ませてでもタイでムエタイ修行に励ませることで、何かを頑張る素晴らしさを知ってほしかったそうです。これはどこかヤバい地域で育った大昔の昭和の選手のエピソードではなく、平成の時代に日本のこと、京都で生を受けた少年の体験だというのですから驚きです。そんな福田少年が格闘技を再開したのが17歳のまだやんちゃさを持て余していた頃、ピュアブレッド京都という柔術をベースとする MMA 道場で持ち前の気の強さとムエタイ体験を生かしつつ MMA を身につけていきます。まずはアマチュアシュートで試合経験を積みながら、地元関西は和歌山県で行われていたソウルファイトという地方の小規模大会でプロに準じた MMA ルールで戦って KO 勝利した試合がプロデビュー戦とされています。ただその当時のその地方、そのジムではシュートプロライセンスを獲得していない選手はプロ MMA 選手と公言するのが気恥ずかしい空気感がまだ存分に残っていて、福田選手本人としてはプロ格闘家という自覚はまだその頃持っていなかったようです。そんな中、福田選手が所属していたピュアブレッド京都が2011年突如閉館することが決まり、行き場を失って泣いていた福田選手、そこでジムの先輩にしてプロシューターの植田優選手が、現在も福田選手が所属することとなる MMA ジムミブローを立ち上げたことで継続して格闘技を行っていくのです。プロ3戦目とされる2012年7月のグラジエーター大会では、すでにプロシュートで実績のあった吉田智彦選手と接戦を演じて、プロシュートレベルの実力であることを見せ、その直後の2012年9月の全日本アマチュアシュート選手権で準優勝を果たしたことで、晴れて20歳にしてプロシュート昇格と相なりました。そしてそのまた直後の2012年12月のプロシュートデビュー戦の新人王トーナメント1回戦で一休さん相手にフロントチョークで一本勝ち、その後も勝ち続けてシュートデビューから3連勝で駒を進めた新人王トーナメント決勝戦は、曽谷貴樹選手にパウンドによる KO 負けを喫しての準優勝。残念ながらシュート新人王とはなれなかった福田選手は、その4ヶ月後の2014年4月に再起戦を行って、野見谷翔平選手と激戦を繰り広げて判定勝利を収め、そのわずか2ヶ月後の2014年4月に鬼坊主選手相手にも判定勝利。この連勝によって福田選手は関西のシュートフライ級で頭角を現していきます。そしてその3ヶ月後の2014年10月には VTJ 東京大会に招聘されて、当時10戦8勝2分けの鈴木隼人選手と対戦。無敗とはいえ鈴木選手はシュート参戦経験がなく、ディープ、グラチャン、ブレイブファイトなどシュートフライ級戦線からすれば格下と取り扱われていたところでの成績だったため、福田選手がシュートの若手の顔となるのであれば外敵鈴木選手を打ち払うことが求められましたが、ここで判定まで持ち込むも完敗を喫してしまい、福田選手はこの試合以降怪我もあって選手を辞めようと考えており、約2年間試合から遠ざかっていました。そんな最中、練習もせず格闘技から離れていた2016年1月、以前対戦したことのあった大阪ブローズジムの野見谷翔平選手が癌で亡くなったことをきっかけに、福田選手は格闘技に戻ってきたのです。野見谷選手が癌との闘病中もまたシュートに出たいと常に言っていたことを遺族から教えられ、もう二度と格闘技をすることができなくなった野見谷選手の無念さを思うと、負けて怪我をしたことで落ち込んで格闘技から離れてしまっていた自分が許せなくなり、もう一度選手として格闘技に戻ろうと決意したのでした。亡くなるまで抱き続けていた野見谷選手の意思を知ったその日から、福田選手は毎日練習を行うようになり、福田選手は戦いたくてももう二度とシュートに戻れなくなってしまった野見谷選手の意思を心にしまって、再び格闘家としての活動を再開し、福田選手が一時辞めていたツイッターを再開した際の初ツイートは、野見谷選手について語ったものでした。
2016年7月シュートに復帰すると、その対戦相手はアマチュアシュート時代の6年前に判定で破っている木村健一選手。ここで福田選手は持ち前の打撃力を発揮して28秒秒殺 KO 勝利。そして自身の怪我で1試合を飛ばした福田選手は9ヶ月後の復帰2戦目で、中曽根武蔵選手の欠場を受けて急遽代役参戦した韓国人選手にもド派手な KO 勝利をかまし、さらに2ヶ月後の2017年6月復帰3戦目では、萩原幸太郎選手に1ラウンドにもらったパンチで顎の骨を折られながらも、打撃で主導権を握り続けて組まれてもしのいで3ラウンドまで戦い切って根性の判定勝利。その顎の骨折を前向きに直して10ヶ月ぶりに早々に試合復帰した福田選手でしたが、2018年4月の藤川聡戦では1ラウンドにもらったパンチが効いて判定負けで星を落とし、2018年11月のシュート沖縄大会では中曽根武蔵選手相手に組で打撃の距離を制されてしまい、中曽根選手のバッティングをも厭わない組突きを混ぜた戦いに翻弄されて、3ラウンドにわたって互いにロープ際でもつれる時間を長く費やして判定は三者三様のドロー。福田選手の額は何発かもらったバッティングでもろに腫れ上がっていて、もし中曽根選手に減点が与えられていれば判定は違った結果になっていたとも言えます。その5ヶ月後の2019年4月驚いたことに、福田選手はディープ大阪大会でディープに初参戦。ストライカーの福田選手と対照的で、組んだら有利なのはアダニアかと思われていた試合だったのですが、福田選手は近距離で肘打ちを狙うより組に徹するという試合運びで戦って、しっかりレスリングができることを見せつけて1ラウンドを制すも、らしからぬ試合を行ったことで想定以上にスタミナを消費してしまったのか、アダニア選手に猛追されて3ラウンドは完全に支配されてしまい、ジャッジ3者がアダニア選手に29対28のポイントをつけて福田選手敗戦となってしまいました。しかしそのわずか2ヶ月後の2019年6月にはシュートに出戻って大阪大会で亀島誠吾選手から判定勝利を挙げ、さらに3ヶ月後の2019年9月には激しい打ち合いでおなじみ大阪の雄渡辺健太郎選手に開始80秒、日本 MMA 界ではなかなかお目にかかれないような恐ろしすぎる肘打ちで頬を深々とカットさせて TKO 勝利。こんな激しい試合をしていても、中曽根武蔵戦でのドローやディープアダニア智弘戦での敗戦もあって、なかなか評価の上がりきらない福田選手でしたが、ついにシュート王座挑戦権を獲得します。現在ライジンバンタム級トップコンテンダーとして君臨している大木久保博正選手の保持していたシュートフライ級王座、そこで暫定王座をめぐって大阪の番長前田義郎選手との対戦が決定したのです。しかしこれまで日の目を見てこなかった福田選手が試合前に脚光を浴びることはなく、ファンや関係者の見方は前田義郎パンクラスディープに続いて3団体制覇なるかというものが大勢を占めていました。これに反発するかのようにドムエタイスタイルでアップライトに構える福田選手は、試合開始早々左のカーフキックを飛ばして前田選手の右足を潰し、タイプの異なるストライカーの前田選手に福田選手の打撃の間合いを嫌わせて、組に来られてもいなして完全にペースを握って、1ラウンド終盤には前進してきた前田選手に右フックを合わせてダウンまで奪い、2ラウンド序盤は腹をくくった前田選手の突進に打撃で応じて首相撲に捉えて膝をかち上げて食い止め、右フックや右の縦肘でも迎撃する巧みさを見せ、下のポジションになった前田選手にリバーサルされて、一旦はポジションを許すも冷静に対処して被害を出さず、離れると再びカーフキックで攻めて転ばせて、もはやまともに立って戦うこともままならない前田選手を無理やり立ち上がらせて、まるで蛇の生殺しのような、あとはただただ殺されるしか道の残されていない絶望を与えて再びカーフキックでダウンを奪い、思うように足を運べない前田選手を相手にパンチの打ち合いでも上回り、チャンピオンシップ5ラウンドの折り返しとなる3ラウンド、前田選手は一目にかかってきた福田選手の右フックの打ち終わりにフックを返してふらつかせると、華麗なダブルレッグでテイクダウンを奪ってトップを取って攻めようとするも、福田選手は約3分間もガードワークに徹して、なんとかレフリーのブレイクを勝ち取り、カーフからのパンチ連打、最後はストレートでダウンさせてパウンド追撃で文句なしの TKO 勝利。前田義郎選手のためにお膳立てされていたかのような大阪でのタイトルマッチ、そして後楽園ホールで試合を行ったことのない自分がシュートのベルトを巻くことに違和感を抱いていた福田選手は、マイクでも自分の存在を中央に向けてアピールし、ケージから降りる前にはコロナ禍で観光産業が厳しくなっている地元京都を守るため、セーブザ京都を訴えていました。福田選手は18歳から2018年の26歳まで観光業に身を置いて人力車の車夫として働き、毎日2、30キロの距離を走っていたそうです。しかし膝を壊して手術に踏み切った際に、格闘技と人力車の二択を迫られて、格闘技の道を突き進むことにした後になっても福田選手は郷土愛を失うことはありませんでした。こうしてシュート世界フライ級暫定王者となった福田選手でしたが、シュート王座規定の180日間を過ぎても正規王者扇久保博正選手からベルトは返上されず、かといって扇久保選手とシュートで直接対決することは現実味がなく、そのことに関してシュートから公式にアナウンスがなされることもなく、どこまで行っても自分の存在が軽視されている
慣を拭い去ることができずにいました。そして2021年1月31日になってようやく扇久保選手の正規王座返上が発表され、福田選手が暫定王者から正規王者へと繰り上がりました。しかしこの頃のシュートフライ級の話題の中心人物は福田選手ではなく平達郎選手。平選手は福田選手が晴れて正規王者になった直後の2021年3月、福田選手が倒すのに3ラウンドを要した前田義郎選手をわずか61秒で仕留めてプロ8戦全勝となったプロスペクト。日の出の勢いを持つ若き天才平達郎選手と地方の苦労人福田龍也選手、パラエストラ松戸から継承される平選手の師匠松根亮太、ザ・パラエストラ沖縄代表から紡がれてきたシュートフライ級のストーリーラインを考えても、団体にとって売り出しやすいのはどちらか、部外者からは考える必要すらないと思われても福田選手がそこに反発せずにいられたでしょうか。前田義郎選手を食ってベルトを取った時と同様に平選手に一泡吹かせたかった福田選手でしたが、試合は福田選手の右ローを掴んで組んでテイクダウンを奪ってマウントから一切のためらいなく自信を持って三角締めに移行した平選手の圧倒すぎる一本勝利。天才が天才と呼ばれるゆえんを体現したかのような神がかった試合、無念すぎる試合内容ではありましたが、自分のベルトを奪った勝者を素直に称える福田選手、地方に目を向けることのない多くの格闘技ファンにとって福田選手は平選手へのベルトの橋渡し役のように思われていたかもしれませんが、それだけで済ますには惜しすぎる男です。そんな福田選手はシュート王座陥落直後の2021年10月、人生初の後楽園ホールでの試合をシュートから離れてディープナンバーシリーズ大会で行うことに。なんと今度は大阪大会ではなくディープ本戦への電撃参戦。しかもディープ王者新龍誠選手とノンタイトル戦ながらいきなりメインイベントで激突。福田選手は関西を拠点に活動して関西の選手とのつながりが深くなったことで、関西以外の選手と戦いたいという欲求が強くなっていて、京都の選手としてなかなか東京での試合オファーをもらえないこともあって、自分を求めてくれるところで戦いたいという気持ちも強くなったことも重なってディープへ参戦したのです。この試合1年2ヶ月ぶりの復帰戦で自身のジムを地元宮城県に構えて、選手として調整がどこまでうまく進んでいたのか未知数の新龍選手が先に動いて、投げを打った直後に横三角締めを狙うも足の組みが変則的で、かつ体の位置関係的にも決まらず、それをしのいだ福田選手がアンクルホールドを仕掛けに行って、防がれると今度はネルソンで組んでトップを維持するという見事えのある攻防から始まり、パウンドと肘で攻める福田選手優勢の展開。その後新龍選手お得意のフロントチョークが炸裂するも、福田選手はパスしてこれをしっかり逃れ抑え込んで1ラウンドを終えたのですが、このラウンド新龍選手にポイントをつけていたジャッジが2名いて、 MMA のジャッジ予測の難しさを痛感させられます。2ラウンド組では展開を打開できない両者でしたが、そこで新龍選手が開き直ったかのようにパンチの打ち合いに誘い込んで打ち勝つも、福田選手もボディを右左と返して新龍選手を下がらせます。ここ数戦のムエタイスタイルを封印したかのように、福田選手はスタンスを広げて前がかりにガードを固めてパンチ主体で攻め、新龍選手がそれに応じる展開が続き、調整不足でスタミナに不安があって打撃で試合を早めに終わらせたいのかと思わせるような新龍選手の試合運び。しかし2ラウンド終盤にもろ差しで組まれてもスープレックスを見せる新龍選手の底力、そして3ラウンドに入っても強烈なボディストレートとカーフキックを繰り出す福田選手の動きに焦ったのか、遠目から強引に飛びついてフロントチョークを仕掛けてすっぽ抜けると下になった新龍選手の動きを福田選手が制し、離れても再びボディ打ちからジャブを立て続けに繰り出して新龍選手の顔をのけぞらせて、これは福田ペースかと思わせる流れの中、新龍選手が福田選手の左ローのタイミングに合わせてストレートを叩き込んでダウンさせると鉄槌連打で攻め込み、スクランブルで両者もすれ合ったまま試合終了。判定は2者がフルラウンドで新龍選手を支持する格好となり、あえなく敗れてしまいましたが、かなりの大接戦でした。それから4ヶ月後の2022年2月26日、最も直近の試合は次戦ライジン34のわずか3週間前、対戦相手の伊藤祐樹選手はライジンで2戦2勝 2KO と活躍していて、前戦のディープフライ級暫定王座決定戦では藤田大和選手に判定2対3の超接戦で、わずかにベルトに手が届かなかったものの危険なハードパンチャー。この試合でも福田選手はムエタイスタイルを封印して、さらに顔面のガードをがっちり構えて慎重な立ち上がり、ジャブから組んで金網に押し込まれた伊藤選手がニーシールドでバランスを取ろうとするも、これを福田選手が左足を引いたことでバランスを崩させて巧みにテイクダウン。しかし伊藤選手も金網を頼って立ち上がって決定的なポジションを与えまいと粘り続け、福田選手は組んで攻めあぐねつつも少しでも空間ができたら肘を当て、ブレイク後に両者ヒリヒリするようなパンチを放って2ラウンドを迎えると、伊
藤選手がパンチを当てる時間が少し続き、福田選手が金網を背負った瞬間、右フックが伊藤選手の顔を捉えて、真後ろに下がった伊藤選手の顔面に左ストレートをぶち込んで強烈なパウンドを打ち下ろして、これ以上ない超ド派手な TKO 勝利。ノンタイトル戦でもいいから気負わずに戦いたい。アスリートではなく一人の選手として戦いを楽しみたい。まるでライフスタイルの中に格闘技があって、身につけた技術を試合で試したい。そんな心持ちで格闘技と接することを公言していた福田選手が、シュートから離れてディープで伊藤選手から KO 勝利を挙げたことで、この後わずか3週間のインターバルでライジン参戦へと至り、2022年に開催が期待されているライジンフライ級トーナメントの外せない一選手として名を挙げました。有名になりたいわけでも、チヤホヤされたいわけでもなく、格闘技に取り組んでいる福田選手にとってはライジンでもどこでも強い選手と戦いさえすれば問題はないのでしょうが、強い選手がより強い選手と戦っていくには、福田選手の名前や存在を少しでも多くの人に知ってもらいたいというのが一外野からの勝手な願望です。ライジン34での対戦相手の鍋選手も三重県に自身のジムを構えて活動している地方の選手なので、福田選手とのライジンでの対戦は感慨深いものがあります。これで今回の解説を終わりますが、この動画に対する感想やご意見、または当チャンネルに対するご要望もコメント欄にてお待ちしております。最後までのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。